はいどうもパーフェクトガンダム TV です。今回はパーフェクトガンダム TV の下方修正について改めてダラダラ喋ってほしいという要望があったので改めてね喋っていこうと思います。まずグレイゼータの実装と同時にこのパーフェクトガンダム TV は下方修正が決定しましたというお知らせがね出てました。 これについては、ま、X でも結構議論をね、読んでいたんですが、個人的には結構意外でしたね。4月にパーフェクトガンダムの修正が入ったわけなんですが、5月の修正結果のね、お便りのところで、ま、各種戦績がだんだん低下しているっていう状況があって、ま、一旦様子見で置いとくよっていうようなコメントがあったんで、あなんか意外と下がってんなら、いや、なんか未だに強い気はするけど、うん、修正しないでいくのかなと思ってたんですよね。 って思ってたら、なんか普通に終戦が来て、ああまあやっぱ強かったんだなっていう気持ちがありつつ、意外だなっていう気持ちもありつつっていう感じですかね。一応公式のお便りを見ていくわけなんですが、パーフェクトカンダム TV につきまして、2024年4月に実施した下方調整後、新機体の実装や他の既存機体調整による戦場の変化によって、若干の戦績変化はあったものの、 現状においても高い戦績を維持し続けているため、本機は今月末のアップデートにて再度下方調整を実施させていただきます。お客様にはご迷惑をおかけしますが、うんたらかんたら、調整内容の詳細は、調整実施日のインフォメーションをご確認くださいということで、まあ、6月27日ですかね、まあ、6月末に、おそらくこのタイミングで星音も来るかもしれないんですが、そのタイミングの期待調整で、まあ、どこが弱体されるかってところをまた改めてね。 報告されるようですね改めて2度目の加報で何を要化するんでしょうね前回はまあ足回りとか縦の軽減率とかあと HP の加報なんかがあってまあ実際にそこら辺はね対面しててもあ弱くなったなって感じるところではあったんですがいまだにやっぱ B ライトバズの継続力とか、まあ、サーベルの火力とかが高いわけじゃないですか公式サイトに載ってるこの戦績を見てみると、まあ、余ダメージもいまだに高いし損失数も全然ね低い状況なので 余ダメージ下げるって考えたらまあサーベルの威力ダウンなのかそもそも攻撃する機会を減らすっていう感じで B ライトバズをつながらなくするのか MS 損失数に関してはやっぱり足回りか HP をまたいじることになるのかなっていう気がしますよねそしてパーフェクトガンダム修正に関してまあ思うところが2つあるわけなんですけども1つがクッソしょうもないことで 改めてね、550のレートで強い機体を考え直さなきゃいけないってところなんですよね。まあ、400コストで強い機体っていうような感じの、うん、動画を上げたわけなんですけども、あれ400から700までまあ全部考えてあったんですよね。で、550はまあ、ね、パフェガンなり、えー、ギラサイコなりね、まあ、そういう強いキャラを星3とかも、まあ、パフェガンだけ星4にしてたんですけど、そういうね、なんかサプライズもあったりして、うん、これは面白そうかなとかね、一人で考えてたらパフェガンがまた過方食らったんで、 わーこれ考え直さなないいないいいとけって感じですよねやっぱ支援機とかだいぶね、パフェガンのせいで弾当てらんくてきついわ、みたいな感じの評価が多かったんで、そう考えたらマジで、パフェガンがいないだけで全機体の評価変わるぐらいの、まあちょっとね、大げさ感はありますけど、それぐらいね、あいつ環境支配してたんで、 そう考えたらマジで評価考え直さないといけないなっていう気がするんですよねめんどくさいあともう一個思うところは他の機体ってどうなんってところですよね例えばアンクシャだったりとか650のシルバーバレットサプレッサーだったりとかバンシードルンとかあとまあちょっとこれは言い過ぎかもしれないですけど400の水富とか、まあ、そこら辺の機体ってすごい強いと思うんですけど下方修正されるまでかって言われるとちょっとなんか怪しいみたいな感じじゃないですかでもバレサプとか結構やって 出ると思うんんでですよね性能的にあいいつめちゃくちゃゃく強いんでまあでもそいつらって全然ね下方修正の話も出てこないし戦績そんな出てないんですかね本当に過去のその下方修正された機体の戦績見ていくと勝率が534%とかあとはライバル勝率が55%超えるぐらいから なんか修正の対象になっていくような感じするんですよね。って考えると、バレサプって結構ね、なんか使ってる人みんな強いイメージなんで、てかまあ、手軽なのかな手軽なのかわかんないですけど、結構やっぱ強いイメージなんで、そう考えたら勝率55とか、ライバル勝率6割とかあってもおかしくない気はしますけどね、なんかやっぱ650の支援の中でやっぱ一番強いわけじゃないですかって考えたら、 あってもおかしくねえなぁとは思うんですけど、やっぱ、ちょっと我々の感じ方がおかしいんですかね。こういうシルバーバレットサプレッサーみたいな機体が一強のね、コストになると結構困るんですよね。ね、なんか650の支援って結局バレサプがいっちゃんつえみたいな感じじゃないですか。これがね、マジでね、個人的に困るんですよ。個人的にね。 なんでかっていうと、例えばこの前、まあ、デルプラプラスの動画上げたわけなんですけど、デルプラ6号だったらなんか意外と強いかなと思ってるんですけど、なんか周りの評価はやっぱあんま良くなくて、で動画を出してもね、なんかそこら辺はそんなに多分あんまり皆さんに伝わんなかったと思うんですけど、それをこう、X とかでぼやいたときに、なんか、やっぱ対面の支援がバレサプじゃないのがね、ちょっとやっぱ、あれなんじゃないですかみたいな。結局、デルプラってバレサプと対面したらみたいな話になるわけなんですよ。 その感じ方は全然おかしくなくて、むしろ当然だと思うんですけど、それがね、マジでめんどくさいんですよね。どういうことかっていうと、例えば、じゃあ、デルプラの動画を撮ろうっていう風になるわけじゃないですか。で、撮ろうと思ったら、対面の支援機がバレサップじゃなかった時点でもうお蔵入りなんですよ。<laughs> せっかくデルプラの動画撮りてえってなってね、なんか、活躍できたってなっても、まあ、対面の支援バレサップじゃないから、これ動画にされてもって感じじゃないって言われたら、まあ、そうですとしか <laughs>。 言えないんですよね。だからもうこれがね、マジでめんどくさいんですよね。例えば600で言うと、ね、教習機乗っても、なんかアンクシャ少なくねって言われたら、はい、少ない状態だけど活躍しました。アンクシャいたらきついですって、ね、言うことになっちゃうし、700もね、なんか教習でいい感じのスコア取れたってなっても、なんか対面に、ね、バンシーノルンいねえじゃんって言われたら、はい、バンシーノルンいませんとしか言えないんで、もうこういうのがね、マジできついんですよね。 まあでもこれだけじゃないんですけどね、なんか動画撮るときに気にしてる要素って。例えばですけど、なんか自分のスコアが2万点で敵のスコアが8000点みたいなときもなんかやっぱ一方的にボコってるだけなんでね、なんかどんだけスコア出ても、なんか見てる側が面白くないと思うんで。というかまあそんな試合なんかスコア出て当たり前だと思うんで、まあ動画にしなかったりとか。あとは、 まあ A プラス以下が多すぎるときですね。まあこれは別に悪いわけじゃないんですけど、やっぱ S マイナス全員で固めてるときの方がなんか試合として成立してると思うんで、まあ A プラスが多い試合だと、まあそりゃ活躍できて当たり前だよねって言われたら、まあそうとしか言えないんで <laughs>、まあそれもちょっとね、まあボツにしたりしてますね。っていうところと、レートじゃないってところですね。クイックマッチとかカスタムマッチの試合ってほぼ動画にしないですけども、私のチャンネルは9割、 8部ぐらいが多分、冷凍の動画だと思うんですけど、たまにね、その、クランマッチとかの報酬で、陸戦型ジムが配られましたとかってなった時に、冷凍今350ないから、じゃあまあ、カスマ立てるかつってって、カスマの動画とか撮るわけですよね。それを投稿するんですけど、なんかたまにさ、なんかコメントで、お膳立てされたカスタムマッチじゃなくて、冷凍で見たいですっていうコメントがたまについてくるんですよ、たまに。わかる。その気持ちはすごいわかるんだけど、 でももうその時間帯はさ、レートがないから仕方ないやん。新機内動画上げなきゃいけないしっていう気持ちでカスタムマッチやってるんですけど、まあそういうのがあったりしてね、やっぱ普段はレートで取るようにしてるんですよね。あとは回線切断がいる試合ですね。これに関してもまあちょっとなんかですよね。なんか例えば、開始から4分経っていい感じに動けたなと思ってもも敵がね、なんか回線切断してたら、なんか、なんかじゃないってなっちゃうんで、うーん、微妙ですよね。あとはあれですね、なんか自分の有利陛下が不自然に多いとか、 教習機の動画を撮るときにに敵に2支援がいたらあかってなるとかあとは自分が支援機乗ってる時に対面に強襲機がいないとかもうそんなんそりゃ活躍できるやろっていう感じの編成の神絵になったりするんでああそういうのもボツにしたりしてますねまあ今上げた条件全部ねなんかクリアしてないと動画上げないってわけじゃないしねたまにするとかもするんですけど 話だいぶそれましたが、まあ、こういうね、コスト別に一挙みたいな期待がいると、ちょっと個人的に困るっていうことで、下方修正じゃなくてもいいですけど、なんか、アンチ期待みたいなの出るといいですよね。なんか、例えば、一時コンロイジガン強かったんですけど、それのメタでね、えっ、ー、と、ギラ動画回が出て、それでコンロイジガンが少なくなったよ、みたいなのがあれば、まあ、嬉しいかなとは思いますね。というところで、パーフェクトガンダムの下方修正については以上となります。 まあ来週の木曜日にどうなるか、修正内容が楽しみですね。改めてなんか面白そうな内容だったら、こういう感じでね、だらだら喋って動画にしたいと思います。ってことで今回はこの辺で終わります。あぞした。